This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。デジタル経済社会省は電話による特殊詐欺問題の解決をスピードアップさせる方針です。労働省は地域を指定して1日の最低賃金引き上げを承認しました。タイ政府観光庁は電気自動車での旅行を進めています。タイプレビリッジカードが2023年の実績を紹介しました。それではまず、はじめのニュースです。デジタル経済社会省は電話による特殊詐欺問題の解決をスピードアップさせる方針です。デジタル経済社会省は ASEAN 加盟国と共同で、オンライン犯罪やコールセンター詐欺を防止するためのオンライン特殊詐欺対策、ASEAN 作業部会を設立しました。第1回目の会合はカンボジアのプノンペンで開催されました。作業部会はタイの積極的な活動の成果で、ASEAN 加盟国間の緊密な協力と協調のためのプラットフォームとなるものです。タイは ASEAN 加盟国10カ国の信頼と支援を得て、最初の2年間、ワーキンググループの議長を務め、問題の解決に向けた具体的な成果を後押しします。現在、ASEAN におけるオンライン特殊詐欺は、SNS、電話、アプリなど、多くのチャンネルを通じて発生しています。問題を管理するための法律、規制、ガイドラインの制定など、加盟国における様々な携帯の詐欺への対応が検討されています。携帯の SIM カードの管理、番号の管理、URL の削除やブロック、ソーシャルメディア運営者との交渉、逮捕、啓発、国民への周知など、各国の対策の実施状況には、まだギャップがあり、被害者が金銭を取り戻す方法がないことが現状となっています。そのため今回の会合では、被害者救済のための情報交換や収集を行うことで合意しました。ASEANにおけるウェブサイトの閉鎖など、オンライン詐欺を防止し、規制するための措置や政策をレベルアップする方針です。各国のメインコーディネーターを任命することにより、調整方法を確立すること、ワーキンググループの作業計画をさらに検討すること、オンライン詐欺の脅威について、適時に連絡を取り合い、連携を調整し、情報交換を行うことなどが承認されました。オンライン特殊詐欺に関する情報や、証拠を交換する仕組み作り、関連する会議やセミナーの開催、有識者や国際機関等との意見交換など、具体的なアイデアも話し合われました。また、カンボジア電気通信規制庁のチェンダー長官との2国間協議も行われ、オンライン特殊詐欺問題の解決を共同で進めていく方針です。これは国境を越えた犯罪で、コールセンターや特殊詐欺集団を抑制するための活動を強化するためです。タイはオンライン特殊詐欺問題の管理において、ASEANの中で重要な役割を果たしています。カンボジアには、不正とみなされる URL をブロックするためのガイドラインがあり、また効果的なブロックのために、通信事業者や ISP にデータを送信しています。カンボジアはタイ人が国境を越えて出稼ぎに来ている問題や、特殊詐欺集団、背景問題などに関して、タイと協力する意向を示しています。
多くのタイ人がカンボジアに渡って特殊詐欺を強要されていることが判明しています。カンボジアのタイ大使館では、カンボジア側と緊密に連携、協力し、特殊詐欺の拠点に働きに来るタイ人に関する詳細な情報を調査しています。次のニュースです。労働省は地域を指定して1日の最低賃金引上げを承認しました。労働省は4月13日から10都県の観光地でホテル業務の1日の最低賃金を400バーツに引き上げることを合意しました。条件は4つ星ホテル以上、50人以上の従業員を抱える事業所で、そこで働く雇用者や及び従業員が対象となっています。実施地域は、バンコクとパトマン地区、ワタナー地区、クラビー県、アオナン地区、ファンガー県、商業地区、プーケット県、ソンクラー県、ハジャイ地区、スラータニー県、サムイ島、パチュアップキリカン県、ホアヒン地区、チョンブリー県、パタヤ市、ライオン県、バンペイ地区、チェンマイ県、チェンマイ市の10都県です。この地域を試験的に選んだ主な理由は、観光産業が国全体の経済にとって重要で、宿泊サービスを提供するビジネスがあり、それが継続的に拡大しているためです。賃金委員会では、ホテル事業の従業員の1日の最低賃金を定めています。政府は他の地域との差も考慮し、また雇用者、非雇用者、すべての関係者の意見に耳を傾けていると強調しています。まもなく訪れる大正月、ソンクラン祭りの新年の贈り物としたいとしています。賃金委員会による最低賃金設定は、閣議に提出され、了承が得られれば、4月13日から施行される予定です。次のニュースです。タイ政府観光庁は電気自動車での旅行を進めています。タイ政府観光庁は現在、2025年の国内観光計画を立案中です。タイは寒気の今、大気汚染の問題を抱えており、物流面でも燃料費が高騰しています。タイ政府観光庁はこのような状況の中、電気自動車の利用促進を計画しています。電気自動車は大気汚染を減らし、燃料価格も低く、旅行費用の軽減につながります。ここ数年、電気自動車の購入量が増え始めています。タイ政府観光庁は、電気自動車を使ったツーリングは、これらの旅のトレンドになると見ています。しかし、まず、道路整備を加速させなければなりません。悪路は電気自動車のバッテリーに影響が出るためで、電気自動車のバッテリーはとても高価だからです。タイ政府観光庁は、政府に対し、多くの人々に電気自動車を利用してもらいたいのであれば、道路は良好でなければならないと、道路整備の必要性を訴えています。また政府は各都県で、故障した電気自動車の修理をサポートする人材の育成と、ガレージの設置を急がなければならないとしています。タイ政府観光庁は過去5年間にわたり、クリーンエネルギー観光に取り組んでいます。2024年に中国のグレートウォールモーターズと覚書を締結し、職員に電気自動車を運転して観光してもらうキャラバンを実施することになりました。タイ政府観光庁は5つの旅行ルートをサポートするために各県と調整を進めています。さらに今年末には中国からタイへのクリーンエネルギー観光キャラバンが計画されています。タイ政府観光庁は2025年には低炭素観光をさらに進める必要があるとし、グリーン観光の活性化を進めています。次のニュースです。タイプリビリッジカードが2023年の実績を紹介しました。タイプリビリッジカードは、長期ビザや入国審査の優先レーン、ゴルフやスパの割引など、様々な特典が付与された外国人向けのエリートカードです。タイ政府観光庁の監修のもと、カードを運営するタイプリビリッジカードは、昨年の実績と今年の目標を発表しました。タイプレビリッジカードによりますと、タイは世界中の観光客から信頼を得ている国の一つであり、また東南アジアのビジネスの中心地であることや、投資先として有料な場であるとトップオブマインドデスティネーションの一つとなっています。公衆衛生やサービス業の重要な中心地であり、世界の台所としても外国人から人気となっています。タイプレビリッジカードは特別会員という形で
外国人に長期のビザサービスを提供するとともに、タイに多くの収入をもたらしています。2023年、カードの会員数は1万1800人を超え、タイ国内へは380億バーツの経済効果に貢献し、ビジネス成長の可能性と機会を後押ししています。2024年、タイプレビリッジカードは、中国、日本、アメリカ、イギリス、韓国、香港、台湾、ロシア、フランス、ドイツなどの主なターゲットグループの増加など、会員基盤の拡大を続けています。購買力の高いインド、中東、LBGT グループなどの新たなターゲットも設定され、商品の品質と会員特典の向上に注力しています。運営戦略とタイのポテンシャルにより、今年タイプレビリッジカードは、より包括的で効果的にターゲットグループにアプローチできるとし、3万9000人の会員を獲得目標に掲げ、タイに500億バーツ以上の経済効果をもたらすと見ています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。Concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.